七地騒動は、江戸時代中期に発生した一期。教法7年に発布された、留置禁止令によって引き起こされた、七流れとなった田畑をめぐる騒動である。教法7年10月14日に発生した、首び七地騒動と、教法8年の長泥七地騒動の二つの一期が、これに相当する。江戸時代当初は、農民が七入れした田畑を七流れにすることは、禁止されていた。 しかし、元禄八年六月に出された、七地取扱いの里氏により、消紋に七流れを認める、胸の文言さえあれば、その通りにするという、七流れによる、田畑の所有権移転が認められることとなった。留置禁止令は、七地取扱いの里氏は、江戸の町方の屋敷地の取扱いを田畑に適用した、ものであり、田畑永代売買禁止令に背くこととして、田畑の七入れは、 認めるが七流れは認めないという趣旨の法令であった。しかし、この法令は各地で混乱を引き起こし、中でも七流れによって田畑を失った農民たちが自分たちの土地を取り返そうとして大きな騒動にまで発展した事件があった。これが越後国首引軍の首引騒動とでは国村山軍で発生した長取騒動である。両騒動ともといった共通点がある。 なお、留置禁止令は、強法8年8月に廃止となっている。ありがとうございます。